ちなみにすごい何なんすか。なんでもないよ。やりよるぜ。おし、一回そのまま俺は一分の動画でこのまま後ろまで行くけど、帰り道に入れ。どうしたの。目の前になんかちっちゃい小林みたいなのがずっと飛んでるからさ。貴様嫌いです。嫌い。嫌いです。嫌いです。このポピー畑、このポピー園を見たときに、他の A 中メンバーが言いそうなところ、言いそうなこと、まず星に会う場合、おお綺麗じゃん。まあ言ったからね、うん、まあね、言うと思ったし言ったからね。うん、石村、クロさん次行くじゃん。クロさん、クロさん、お、すごいね。うん、石村、おお、うん、お、もう寄るじゃん。うん、稲垣、殺すよ。なんで刈り取ってくスタイル。自我を、自我を殺すよ。ああ、うん、綺麗だと思って心が潤ってね、今まで俺とは何だったんだって、ね、思ってしまったんで彼は。しゃあ、ふしさん、GoPro 出せる？出せるよ。小林じゃないよ、これアブっぽいな。アブか。さっきはもうこの日ガーってくるからさ、うん、なんだお前って。いいよ、使いたいよ、使っていいよ。ダブル動画だけどね、今。耳元プーンやめろ。それ、一個の方切って写真にしていいよ。オッケー。うん、音もうお、知ったぞ今。あ、今そこのポピー散ったぞ。またお前か。どうよ、なんかどの色ポピーがいいとかありましたよ。オレンジかな、俺は。オレンジか。あれ、間違えちゃった。おドローン風。ドローン風。よし、なんか今日2台持ちがデフォだね、星に思う。うん、なんかね、うん、さあ最新技術の力とやらを見せてくれよ。GoPro 使ってやろう。変な子供いんのか、ちゃんと。変な子供。近代技術の恩恵を受けている。やるやん。うん、むしろあれか、これ楽だか、星のこっち持ってる。ワイドに映るからさ、とりあえずさ、花畑の向けときは OK 感がある。なんでそこ持ったんだよ。ちょっと待って、いや、じゃあ俺さっき変に持ち、変な持ち方した。うん、ナックルボールみたいな持ち方。ナックル違う、こうで、こう。思ったよりも冗談にこだわりがあった。いや冗談じゃねえよ、あれだよ、野球にこだわりがあるだけで。そうなの。ナックルに持つね。
絶対持ちにくいだろ。ナックル持ちダメ。ナックル持ちダメ。いやもう弾き出しちゃうかなと。あらら。すごいアホみたいになってんね、なんか普通さ、多分取るときこうだと思うよ、うん、やるとしても、うん、逆だからね、うん、ドローン風なんでしょ、うん、あくまでもあくまでドローン風だ。俺は思うんだ、ドローン風やんだったらどちらかというと GoPro の方上げた方がいいんじゃないかってとこはあるよね。万歳万歳。なんだあの後ろの油中、油なっぽくな。油なんて飾る油なじゃないでしょあれ。え、でも油なっぽくないの。油なの。油なんて油虫だらけになるよ。え、待ってるよね。あ、油なんじゃなくね。油なの。油な飾る花なの。油な飾ってんの菜種の丘ぐらいじゃないの。よしよし、巻き針なんだよ、巻き針。星野の GoPro で撮ってる映像こちらで確認できるからな、注意が必要だぞ。いや、なんか本当にワイルカメラがちょっとドローン風に見えるな。あれ油な油なでもさ、あ、油を取る油じゃないでしょ。そうだよね、そりゃそうだと思って。蜂とかの楽園だな。蜂だったらまだいいんだよ。蜂だったらいいんだよ。油虫がいたらやべえ、うにゃうにゃうにゃんときて。うん、いたな幼稚園の時油虫食ってるやつ。やべえ、やべえよ油虫か、うん、うん、風がすげえ飛んでるからブーンだとか常にしてる、ね、いちご農園、いちご農園よりいるんじゃねえのこれ数。え、多分いるよ、うん、いやこんだけ広げりゃいるよ、全部集めたら大変なことになってるだろこれ、いちご農園の多分なんか10倍ぐらいいっちゃうよこれ。いちご農家の人大もう大助かりです。何も喋んないからすごい勢いブーンって言ってる。いやだこの音俺なんか遠くでさバイク暴走族バイクいるみたいな音して。あ、なんか痒くなってくる。やべ、星の禁断症状が、禁断症状、うん、出た、中二病出た。やべ、星野ゲシュタルト崩壊、星野ゲシュタルト崩壊、意味わかんねえ。なんで自我を忘れてんだよ。初めて聞いたよ、やべ、星野ゲシュタルト崩壊。しかも自分で言う、うん、ゲシュタルト崩壊マジで起こしてたらさ、意思はないでしょ。あ、バレてたから、うん、うわ、でもやだなこれ。頑張れドローン1号。の、なんか捕まってるわ。
こんな感じか。よし、こちらの動画を切るか。